ハンガリー民主フォーラムは、かつて、ハンガリーに存在した政党、中道派政党。ハンガリー社会主義労働者党支配下のハンガリーで、1987年秋に、第一回会合を開催、共産主義体制に批判的な多くの知識人が参加した。1988年秋には、団体としての活動を宣言し、ハンガリーが、複数政党化する端緒を開いた。 民主的反体制派などの都会派知識人が集まった自由民主同盟に対してハンガリーの歴史、伝統を重んじる国民派、農民派の作家、詩人、歴史学者などが参加。ハンガリー民主化運動の一端を形成した。1989年にアンタル・ヨージェフを党首に選んでからは保守、キリスト教民主主義政党としての道を目指した。また、 同年のファムヨーロッパピクニックにも関与する。1990年の体制転換後初の議会選挙で勝利し、アンタルヨージェフ首相の元政権に就いた。しかし、1993年のアンタル首相の死去と1994年選挙におけるハンガリー社会党の政権脱出以降は、党は分裂。1998年の選挙では、 フィデス・ハンガリー市民党と選挙協力を組み、連立政権に参加した。2002年選挙でも、フィデスと共同リストで選挙に臨み、188議席を獲得したものの、民主フォーラムの占める議席数はそのうちの24議席に過ぎなかった。その後、フィデスとの関係が悪化したため、2006年議会選挙では、単独で選挙に臨み、11議席を獲得した。 2009年欧州議会議員選挙における候補者リストをめぐる党内対立から党幹部の離党が相次ぎ党内に混乱が生じた2010年議会選挙ではかつてのライバル政党である SZDSZ と選挙協力したが選挙協力に反発した党幹部の離党者が相次いだほか首相候補の人選をめぐる問題による党内対立の結果 書文事件や場所件など3件で、地域リスト提出に最低限必要な、小選挙区候補2名以上を擁立できず、最終的に地域リストを提出できたのは20カ所のうち17に、止まり、党内基盤の弱体化が露呈する結果となった。政党得票率は2.67%に止まり、阻止条項である、得票率5%を上回ることができなかった結果、ハンガリー議会における、 全議席を失う結果となり、ダービーとイボーヤ代表は党首を辞任した。2011年2月の党大会で、同年4月から当命を、福祉と自由の民主主義者団体と解消して、活動を続けることを決定、民主フォーラムとしての歴史に幕を閉じる形となった。ありがとうございます。